皆さんこんにちは。あっち向いてこっち向いて笑ってサーナです。はい、今日は私のお姉ちゃん、さやこお姉ちゃんの23歳のお誕生日です。さやこお姉ちゃんおめでとう。はい、ということで今日は誕生日、はい、そうなんですよ。でね、私はですね、さやこお姉ちゃんとはですね、私がちっちゃい時2回ほど会ったことがあるんですけど、でもその時は私ちっちゃい時だったので、あんまりこうどういう顔してたかとかはあんまり覚えてないんですけど、でもその時はさやこお姉ちゃんに会えたのがとても嬉しかったです。はい、今私ね、今女優をね目指して頑張っていますけども、まあもしかしたらね、多分さやこお姉ちゃんこの動画、そしてさなちゃんで多分見てくれてると思うので、まあね、もちろんこの動画ももしかしたら見てくれてると思うのでね、まあ私はね今女優として目指して頑張っているので、さやこお姉ちゃん絶対に女優になるからね。だからさやこお姉ちゃん応援しててください。はい、ね、ということで、改めてさやこお姉ちゃんお誕生日おめでとうございます。それでは終わりたいと思います。皆さん本日も、見てくださりありがとうございました。それではバイバーイ。エンドロールまで泣いたのは初めてです。すっごくたくさん泣きました。いっちゃんの姿に泣きました。おてんば八幡のお話です。